エスカノール様、どうかお元気で。嫌だよ、僕一人で逃げるなんて。大丈夫、私が約束します。あなたは決して一人ぼっちではありませんよ。ローザ、僕は一人ぼっちだ。もうじき朝が来る。早くここを出なくちゃ。さらばと私は一人別れを告げる。金色のくせ毛の少年と漆黒の髪の麗しき美女、人としてのぬくもりに触れし、久方ぶりの夜を胸に刻もう。なるほど。のそれがお前のポエムとやらか。あ、マーリンさん、どうして。質問に質問で返すな。出て行く理由は。それはあなたは見たはずです。昼間の呪われた姿を。いずれ必ずあなたたちを傷つけてしまう。我々をか。僕はこの世に生まれてくるべきではなかった。あの時に死ぬべきだったんです。やはりお前は興味深いな。僕は真面目に。ま、お前の呪いとやらも相当物騒なもんなんだろうが、それくらいで傷つくようなやわな連中じゃねえぜ。ナイスカノル、いっぺんその力を俺に試させてくれねえか。笑えない冗談ですね。空気が変わった。バンもお前も冗談冗談言いやがって。俺は至って真面目に。忠告します、引き返しなさい。そこから一歩でも私に近づけば命の保証はしませんよ。ふん、そんじゃ一歩。団長、もう一回飲み直そう。だから止まれと言ったのに。どうしたの。何の騒ぎ。誰でもいい、止めてくれ。俺を、俺のこの命を。怒りを鎮めるために毎度山を消し飛ばすのでは効率が悪いな。だから僕はずっと人と関わらずに生きてきたんです。でもたまに誰かが手を差し伸べてくれると嬉しくて、その人たちのためにと力を使った途端、みんな僕に怯えていなくなってしまう。この呪われた力のせいで僕はずっと一人ぼっちでした。ならばその力の使い道と謎を私たちと共に探ろうではないか。顔がうり二つなだけじゃなかった。僕の呪いを見てもなお、そんな優しい言葉をかけてくれたのはローザとあなただけだ。それにその寂しそうな瞳も彼女によく似ている。ありがとう。けどもう僕にその資格はない。僕はとうとう人を、それも二人も殺してしまった。
誰を殺しちまったって？は？いや。わあ！幽霊？どうしてあなたたちは？だって。残念、化け物はお前一人じゃねえってこと。いたいた、おーい。お前と同じさ。事情のねえやつなんてここには誰一人いねえ。どうだ、ちっとは気が楽になったろ。七つの大罪に入ってくれよ。お前の力は絶対役に立つぜ。欲しいならあげますよ。自分でも抑えられずに誰かを傷つけるだけの力なんて僕は欲しくなかった。僕がどんな思いをしてきたかあなたたちに分かるわけ。その呪いのせいで王子であったお前はカステリオを追われ、唯一の理解者だった次女ローザがお前を逃がすために国を裏切ったんだな。どうしてそれを。数年後お前はローザを心配し国に戻ったが、すでに国は滅び、彼女の行方はとうとう分からずじまい。カステリオって20年前に蛮族に滅ぼされた小国か。ええ、きっと全部僕のせいなんです。僕が呪われてるから、ローザもきっと僕を恨んでいる。エスカノールならば直接本人に会って聞けばいいだろうに。マーリンさん、ローザの居場所を知ってるんですか？私は魔術師だぞ。ゴーセルが引き出した情報をもとにローザの居場所を突き止めることくらい朝飯前だ。はあ、やっぱりいいです。何を話せばいいかもわからないし、僕のせいでひどい目に遭ったんですから。僕が死んでくれた方が喜ぶんじゃないか。やめなよバン。いい加減にしろ、うじうじと。今すぐ死んでみるか。それじゃ意味ねえんだよ。